12月26日火曜日に行われたプロボクシング井上直也 VS タパレス東京有明アリーナの 54.5kg 契約8回戦で元 WBC 米大陸バンタム級王者マリオディアス・マルドなど28イコールメキシコを通路で倒した元東洋太平洋スーパーバンタム級王者竹井義樹27イコール大橋が 勝利した夜に高熱を出していたことが分かった。フォト、武井がボディで一撃 KO し、8連続勝利する決定的瞬間。ボクシング8戦目となった武井は、1R こそ様子を見るラウンドになったが、2R にディアスが手数を出し前へ出てくると、左ボディフックをカウンターで決めて KO 勝ち。ボクシングに転向後、8連続 KO で無敗記録を更新し、 圧巻の強さを見せたところが、勝利したその夜に武井は40度の高熱に襲われていたことが発覚。武井は本日28日に自身の X で、試合後の夜から40度の高熱が溶錬菌感染でした。試合終わってからでよかった、バチッと治します、とコメントした。溶錬菌、溶錬菌、感染症とは、 溶連菌が血液に入り色がなくなる溶血を引き起こす感染症で、熱や喉の痛みなどの症状が出るという。潜伏期間は2日から5日ほどなので、武井が感染したのは試合直前の可能性が高い。本人が言うように、試合が終わってからの発熱となったのは、不幸中の幸いといったところだろう。抗生剤を使用して休養を取れば通常は回復する病気なので、 来年すぐにでも指導することができそうだ。武井の期待値はさらに高くなっているため、バチッと完治して引き続き融資をリングで見せてほしい。